今日はポートレートの時間です。今日はデイタイムのポートレートで、日本人のモデルさん夏希ちゃんに来てもらってます。こんにちは。したらこれからガスタウンで写真撮ってきますので、じゃあここの通路で撮ってきます。どんなの撮れるかな。行きます。ガスタウンで知ってることは、ガスタウンは一番最初にできたバンクーバーの街と聞きました。らしいね。バンクーバー発祥の地と呼ばれているらしいです。古いレンガの建物。19世紀頃に始まったって言われてますね。街が、はい、なんだっけな、名前忘れちゃった。人の名前ですか。そうそう、ジャック・ベーカーさんです。ありますもんね。そうそう、ジャック・ダニエルさん。ガスなんとかさんじゃないんですか。違う、ジャック・なんとかさんがここでバーを、お酒を飲む場所を作って、そこに人がいっぱい集まり始めた。そうなんです。そしてジャック・なんとかさんはめちゃくちゃおしゃべりで、おしゃべりジャックと呼ばれてる。おしゃべりジャックっていうのはギャシージャックっていうらしい。あ、そうなんです。で、そこのギャシーがギャスガスタウンってなったの。うう、日本語的に言うとガスタウンだけど、こっちの人はみんなガスタウンっていう。それがガスタウンらしいです。はい、こんなところで撮ってます。普段は英語なので、ちょっと英語でやってみると、英語でやってみると、 That's good, That's nice, Beautifulこんな感じでやってますが、日本語で訳すと、これはいい、これはいい、綺麗って言ってるそうじゃないの。じゃあちょっと撮っていきます。ジャックさんです。工事してるビルの、工事中のビルの通路の下でいい感じの光があったのでとってみます。こんなところに、はい、以上で終わりました。何か喋った方がいいのかな。あ、今日は、初めての日本人との撮影だったので、逆に緊張しましたが、いっぱいサポートあったんで、ナチュラルに撮れたかな。そうね、今日は英語のクラスはありませんが、イングリッシュクラスはなしですが、またよかったら見てください。登録といいねお願いします。バイバーイ。